ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ S6、 こちらをご紹介させていただきます。はい、モデル的には C7、はい、そうですね、はいはい、ややこしくなっちゃいますよね。はい、そうですね。 C7 系の S6 です、はい、ってことで、で今回僕かなり興味があるところなんですよ、はい、っていうのは、はい、今あのボンドカーズアリーナの方の在庫車両をちょっと動画の企画でカスタマイズさせていただいて、はいはいはい、ちょっといろいろ見たり触ったりとか乗る機会も多いんで、はい、ちょっと個人的にかなり興味があると思います。あ、そうなんですね。じゃあもうお詳しいとこですね今日は。いやちょっとまあまあまあなんとなくは、はい、で結構 S7 ともちょっと近いというか、近いところとありますね。なのでその辺もあるんで、はい、まあ、そのあたりも詳しく見ていきたいと思います、はい、でまず外観からいくと S6 ってことでいろいろ特別なパーツがついてる感じですよね。はい、はい、まず大きなところでヘッドライトがマトリックス LED が標準でついてますっていうところで、まあ最近の車ほとんどそうですけど、まあ特に何もすることなく、まあ安全性を高めたライトなので、まあオートになったりとか、まあそういったところになってますよというライトですね。はい、照らしてほしいところを照らすとベストにやってくれるやつですよね。はい、いい言葉選びですね。はい、そんなのがついてると。そしてバンパーだったりだとか、はい、あとこのグリルですよね。そうですね。はい、まあちょっとシングルフレームグリル。っていう名前になってるんですが、まあ、ちょっと周りがメッキで装飾されててっていうところで、まあ、すっきりとした、グリルになってるのかなと思います。でまたこの中のちょっとこのプラスチックの色もちょっと特徴的ですよね。はい、ちょっと明るめのグレーというかシルバーというか。そうですね。はい、そしてどうしましょう、横行きましょうか。はい、そして横に回っていくとホイールもなんと標準で20インチということで、はい、20インチが標準でセットされています。でなんか色味もなんかちょっとグリルのサテンのシルバー系な感じでこうマッチしてるのかなと思います。でこれなんか僕ちょうどカスタマイズで S7 今触ってるんであれなんですけど、調べたら21とか、はい、ツアーモノは22とか入っちゃうっていう、はいはい、そうですね、はい、そして結構とてつもないその幅の、そうですね、幅が、はい、コンケーブするホイールが入っちゃう、入るんですよね。カスタムベースとしても結構、はい、まあ、面白い車だと思います。でブレーキが、まあ、上位モデルということで、はい、かなり大型のキャリパーと、はいはい、なってますね、ついてて、で僕あんまりよく分かってないかったんですけど、はい、S モデルと RS モデルあるじゃないですか。ありますね。で RS モデルがなんかすごくスポーティー で、はい、で S モデルってなんかそこそこスポーティーなのかなと思ったら、はい、まあ、もちろんそのマイルドなこうスポーティーさもありつつなんですけど、はいはい、なんか結構車コンフォートなんですよね。そうですね、だいぶ乗り心地なんかもいいですし、そうなんですよね、まあ、作り自体もコンフォートになってると思います、はい、で足回りなんかもなんとエアサスっていうことですね、はい、ですよね、はい、で通常の A6 が、まあ、バネメインというか、そうです、で、はい、S がエアサス、エアサスになってきます。で RS になると油圧の、そうですね、ですよね、変わってきますね、はい、でなんか足回り交換がすごく大変だとかっていう、はい、なんか油圧のホースがついちゃってるんで、そうですね、ですよね、はい、そうなんでエアサスなんですごく乗り心地がいいのと、はい、まあ、上げ下げが室内のスイッチでできちゃうっていう、そんな足回りになってます。そしてミラーなんかは、はいはい、またこれも特徴的な部分ですよね、はい、まあ、ちょっと専用のカラーの、これ見ただけなんかこうパッとこうアウディのスペシャルモデルだって分かる感じの、そうですね、まあ、ちょっとこの辺も色使いとか、まあ、ちょっとシルバー系をこう使いながらうまくこうデザインされているのかなと思いますね、はい、まあ、そんなミラーが今回ついてます。そして横はまあメッキだったりをうまく使ってて、またこの黒いボディとメッキパーツとこのサテンのシルバー、はい、そうですね、映えますね、高級感もありつつます、ね、はい、ちょっと悪さもそうですね、ありますよね、はい、ちょっとやっぱりこうパッと見こう全体が黒でこうメッキとかが入ってますと、ちょっとやっぱりその辺ちょっとこうやんちゃな方なのかなっていう感じにも見えないことはないかなと、はい、か もしくはすごくもなんかフォーマルな感じか、はい、どっちかですね、超高級車な、はい、そして今回の車サンルーフも装着されてございます、はい、そしてリアも同様に4本通しなんですよね。通しですね。やっぱりこの辺は4駆のシステム、はい、クワトロが効いてる感じ で、はい、ね、でまあ S6 に限らずですけど、アウディの4駆ってなんか40対60の比率でですよね、はい、だ結構 FR ベースで必要に応じて4駆になるのとか、はい、いろいろこうありますけど、あります、はい、基本的にアウディの場合だとリア寄りの4駆で、まあ、必要に応じて全部振り分けてみたいな、そうですね、でまあ投資なんで結構そのホイールの選択肢なんかもいろいろ楽しめるという
そうですね、これまだまだ正直、はい、いやいや全然出せますよ、全然余裕な感じです、はい、まあ、すぐカスタマイズの話になっちゃいますけどす、ね、はい、ただ結構純正でも20インチで、はい、こうタイヤボテッとした感じないじゃないですか。ないですね、このまま乗っても全然いいと思います。ですよね、はい、もしくはちょっとスペーサーで出すぐらいで、はい、かなり決まっちゃいそうな、いいホイールだと思います。このですよね、はい、そして後ろ行きましょうか。後ろがまたこれテールランプ、今となっては、はい、もう次のが出ちゃったんで、はい、出ちゃいましたね。それでもなんかすごく新しく見えますね。新しく見えますね、はい、ですよね。古さは本当に感じないお車かなと思います。アウディってその辺うまいですよね、はい、なんかちょっと常にこう一世代こう前、はい、先を行ってるというか、はい、そうですね。新しいの出てもなんか他のメーカーと比べても全然見劣りしないというか、はい、見劣りしないですね、新しく見える感じ。正直パッと見とかだと多分前からもそうなんですけど、そんなにちょっと離れてたら分かんないと思うんですよね。ですよね、そのぐらいなんかちょっと進んだデザインですよね、はい、ですね。そしてトランクにはこのちょっと小ぶりのこの辺もなんか高級感があっていいですね。ありますね、大げさな感じじゃなくて。そうなんですよ、大きいのつけちゃうとちょっとこうなんだろう、イメージにこう合わなくなってきちゃうんですけど、ついてるぞっていう感じじゃなくて、ね、よく見たら、はい、ついてますねっていう。そうですね。そして S6 のエンブレムもついてて、そしてディフューザーというかこの下回りも結構専用パーツなんですよね、はい、そうですね、専用になってますね、まあ、専用のカラーのこのディフューザーと4本出しになっている。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、当然の、まあ、スマートキー的なもの付き、はいね、はい、ということで、アドバンスキーですね、はい、開けるとこんな感じで、まあ、定番といえば定番ですけど、定番ですね、はい、かっこいい感じの、かっこいいですね、真っ黒黒でまとまっております。でまずやっぱりシートかっこいいですよね。はい、これアウディの特徴というかダイヤモンドステッチの、はい、で真ん中にこのラインの入ってる感じで、で背もたれにはこの S6 のエンボス加工がされてて、なんかこのシートを見るとちょっとこうアウディのスペシャルモデルだなっていう。そうですね、ここでまあこう違いがこう出てくるかなと思いますね。で内装もこれ黒だけじゃなくていろんな色ありますよね、はいはい、あります、はい、で今回この黒いボディと真っ黒黒の内装がまた合ってますね、はい、合ってますね。そしてドアから行くとドアもこのカーボンのトリムがついてて、はい、この辺こそこのビニールというかですけど、こっちはしっかりアルカンターラとレザーと、これよく見るとシルバーなんですかね、真っ白のステッチじゃないですよね。そうですね、シルバー系のステッチですね、はい、で割とこうアウディって結構しっかりめのレザーしっかりしてますね、はい、ですけどこう何ですか、デコボコのないこうツルツルの、はい、ツルツルのですね、はい、レザーでこんな感じになっております。そして内装戻りまして、まあ、ステアリングなんかはちょっとこれも特徴的じゃないですか、はい、アウディなんかこう細めというか。そうですね、他のメーカーさんに比べたら、こうまあ女性なんかが握っても握りやすい太さにはなってると思います。僕好きなんですよ、はい、これ、はい、好み分かれると思うんですよね、この太さは、はい、ちょっと実際こう興味ある方は触っていただきたいですよね。そうですね、結構違うんで、そうですね、結構 BM なんかに比べると細っていう、こうイメージになっちゃうと思いますし。確かにそうですね、 BM 特に太いですからね。太いん でまたコブが少ないじゃないですか。そうですね、はい、その辺かなり違いますよね。だとまたスポークが細い。細いです、はい、ちょっと特徴的なステアリングと、はい、こんな感じになってございます。じゃあ早速乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。いやもうつい昨日も F7 開放で動、はい、かしたんで割と一緒というか、まあそうですね、見慣れたというか、はい、基本的にはもう一緒ですもんね。一緒ですね。ただこのピラーの立ち上がり方とかはちょっと違うんですから。そうですね、ですよね、はい、スポーツバッグなんで、まあ、運転席からの眺めはこんな感じです。そしてシートはもう安定のって感じです。僕的にちょっとホールド性も割とあって、サイドサポートも結構大きめ。そうですね、このくらいですとサポートもしてくれるし、乗り降りに邪魔になるってことないですし、ちょうどいいぐらいのサポートなんですかね。ちょっとタイトさないんで割とこうコンフォートというかラグジュアリーな感じです。で調整はスタンダードな上げ下げと、はいはい、リクライニングとそのプラスアルファという感じです、はいはい、でメーターに関してはもう超見やすい定番の回転数とスピード、あとは真ん中に情報が出るタイプ、はい、でちょっとこう傾斜してるんですよね。傾斜してます、はい、なんで両方なんかこう見えやすいというか、メーターの影が気になりにくい、そんなメーターになってます。そして、まあ、必要なものとしては一通り ACC なんかもついてると。でこれ ACC 僕使ったんですよ、はい、結構、はい、っていうかだいぶ頭いいですよ。頭いいですね。頭いいです、はい、でしかも
速度設定するじゃないですか。しますね、はい、でこう前いないとき加速するじゃないですか、はい、しますね。でもしくはいるときこう減速するじゃないですか。します、はい、それがめちゃめちゃ穏やかなんです。あ、本当ですか。そうなんですよ、びっくりしました。あの結構こう激しいのありますよね。そうなんです、確かに、はい、結構わーってこう加速してっちゃうのもあるので。そうなんですよ。だ今撮影者でワーゲンのそのティグワン乗ってるんですけど、ティグワン結構極端なんですよ。割と頭いいんですけど、こう前車いなくなるとグワーって加速して、はい、車いるとグワーって減速する感じなんですけど、あのアウディの S モデル、はい、めちゃめちゃいいですか。穏やかというか、静かにこう加速してって、はい、静かにこう減速していくっていう。もう本当にコンフォートですね、その辺も。まあ、その辺のかなり使える ACC がついてたりだとか、あとはこの辺がナビ周りですよね、はい、この出てくるタイプの、まあ、当然閉まったりもできるタイプです。ちょっと今かけちゃいましょうか。メディア関係に関しては外部入力からチューナー、まあ、あとはこのジュークボックスまで一通りついてる感じですね。でナビも割と使えますよね。はい、そんなに使いづらいっていう感じではないと思いますね、はいはい。まあ、最新のそのタッチパネルでこう操作できるものではないですけど、はいはい、まあ、一応使えるレベルの全然、はい、そうですね。これまあ皆さん前の車何乗ってたかによって結構変わってきちゃうと思うんですけど、まあ、メルセデス、BM、アウディとやっぱりそれぞれちょっとやっぱり使い方が違うので、まあ何ですかね、まあ、BM 乗っててアウディとか、メルセデス行くとやっぱ使いにくいって言われますし、最初は、まあ、ある程度こう慣れの部分も慣れの部分があると思うので、ありますよね、はい、そんなナビ周りがついてございます。でまたこれテレビも標準じゃないですか、はい、でテレビの映りが結構いいんですよね。いいですね、はい、全然あの後付けのテレビと変わらないぐらい、はい、もうまたワーゲン引き合いに出してあれなんですけど、今その撮影者に乗ったやつがテレビ一応ついてるんですけど、はい、結構ワンセグなんですよ、ずっと。そうです、ね、埼玉市内でも。そうですね、はい、であの S7 改装したら、はい、もう全然ずっとチラッともせず、はい、そうですね、まあ、全然こんなに違うんだと思って、まあ、そんな違いもあります。そしてこの辺珍しくあれですよね、はい、SIM が入ったりとか、はいはい、SD カードがこの辺入ったりとかで、ディスクも最近珍しい、はいはい、ございますね、入る感じでございます。でシートヒーターもしっかりついてて、またこのカーボンのセンターコンソールが、はい、もうスポーティーですよね。ですね。そしてまた豪華です。しっかりちょっとかなり質のいい感じのカーボンが、でボタンも赤くなってたりだとか、でこの辺割とこうまとまってるんで、はい、ボタン多いですけど使いやすいですよね。そうですね、あの本当に、まあ、使えてるうちに、まあ、ちょっと場所的な感覚なんかもつかんで、もうそれこそもう本当手元だけで見ないでもできちゃうぐらいには皆さんなられるようなので、あの使いやすいと思います非常に。まあ、この辺はちょっとそうなんです、そこの、ね、パッドがちょっとどうかなって感じはするんですけど、また右ハンドルだとここ左手でやるっていう、はい、多くの方が多分利き手じゃない方で操作するんで、はい、まあ、ここはちょっとどうかなっていう感じしますけど、まあ、この辺に関してはかなり使いやすいんじゃないかなと思います、はい。そしてここがドリンクホルダーと、あとこっちも、はい、まあ、ちょっと開くようになってて灰皿になってると、はいはい。そしてここはこの上の蓋と、あとこの下が、はい、両方ともちょっと容量はあんまりないですけれども、しっかり収納もついてて、だと USB が2系と AUX ともう1個シガーがついてると、こんな感じでございます。そしてもう1個僕やっていいなと思ったのは、はい、ペダルがこう、はい、アウディ割と見た目も、ね、ステンレスの、はい、いい感じだし、こうフットレストが結構大きいんですよね。そうです、ちゃんとこうしっかり置けるようにできてますね、ですよね、はい。結構右ハンドルだとこうトンネルの方がこう出てきて、こう、はい、フットレストが半分ぐらいしかない車なんかもありますけど、ありますね、結構大きい。そしてペダルレイアウトが自然なんですよ、はい。でつい先日ポルシェのボクスター乗ったんですけど、ボクスター結構 こっちなんですよ、真ん中寄りっていうかブレーキが内寄りっていうんですかね、はい、だか割と自然な、本当に国産車の右ハンドルっていうか国産車と変わらないぐらいの自然なペダルレイアウトで、その辺がかなり僕的には好印象です。そして上に行くとピラーなんかは普通のファブリックで、ファブリックですね今回。またピラーこれめちゃくちゃ細く見えますね。そうですね、やっぱりどうしてもここ、まあ、ある程度太さはもちろんあるんですけど、ちょっとその造形でちょっと細く見せてるっていうのもあるのかなと思うんですが、こっち取ってありますよね、はい、こっち細くしてこっち取ってあるんで、そうですね、運転席からの視界がすごくこう遮られないというか、まあ、ちょっと S7 乗った直後なんで、そうですね、またこうそう感じるのかもしれないですけど、はいはいはい、フロントの視界がすごくいいです。いいですか。そうですね、そして天井はそのままファブリックで、バイザーもこれプラスチックじゃなくてちゃんと同じファブリックなんですね。
僕バイザーフェチなんで、はい、バイザーだけちょっとビニールだったりするとちょっとがっかりしちゃいますけど、バイザーもしっかり天井と同じ素材で、そして今回の車はサンルーフがついてるんでこんな感じです。ちょっと開けてみましょうか。あー、いいですね。いい感じです。ちょっと全体的にこの黒い内装でちょっと引き締まった感じですけど、屋根開けるとちょっと開放感もあって、そうですね、はい、明るくなりますしね、中もいいですね、はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います、はい、後ろもちゃんとついてるんですね。ついてます、まあ、この辺結構分かれるとこじゃないですか。そうですね、前席でこう開けられたり閉めたりするのもあれば、もう前だけっていうお車もありますので、やはりちょっと前席こうついていていただけると、まあ本当ちょっと荷物取り忘れたって言ったらそこのドア行けばいいですし、その辺の落差はありますよね。なるほど、はい、そして後ろはこんな感じで、割とどうなんですかね、同クラスに比べて。そうですね、まあ、広いかっていうと、まあ、広くはないとは思うんですけれども、ただただ大人の方が座っていただいても、まあ、ゆとり持って座れるクラスではあると思います。なるほど、じゃあ土に座っていただければ、はい、僕デブなんで、僕がゆったり座れれば大体多くの方が大丈夫なんで、はい、ちょっと座ってみたいと思います。自虐的な、はい、まあ、椅子的には僕が運転してちょうどいいぐらいになってるんで、こんな感じです。まあそんなに前は余裕はないですけど、はい、ちゃんとバックレストがこうへこんでますんで、全然タイトさはないです。まあもうちょっとスペースあった方がいいかなっていう気がしますけど、そうですね、まあ、あとちょっとシートが結構厚みありますよね。あります、はい、しっかりしたシートなんで、まあその辺ちょっとあるかなっていう感じです。で、後ろからの眺めはこんな感じです。この大きいシートなんですけど、後ろなんかこう閉塞感というか、はい、ちょっと窮屈な感じしないです ね、 そうですね、ちゃんとこの辺広いし、ね、結構そのシートの上の方がこうすぼまってるというんですか。そうなんですよね、山のようになってるので意外とこう視界はあるのかなと思います。そうなんです、ヘッドレストが大きすぎないんで、この辺ちょっとこう窮屈な感じしないんですよね。で、ちゃんと前も後ろからしっかり見えるっていう。で、後ろの装備としては一応エアコンが別体になってて、シートヒーターもしっかりついてると、はい、で、あとはこの下は、まあ、シガーと、はい、シガー2系統ついてるんですね、はい、はい、ついてございます。そしてシートはフロント同様このダイヤモンドステッチのおしゃれなシートで、クッション自体は前と同じ感じですかね。そうですね、あんまりこの何ですか、前と後ろで硬さ的な違いは感じないと思います ね、 すね、だいたい後ろの方が柔らかくしてあったりするじゃないですか。車が多いですよね。それがあんまり変わらない、前後でだいたい同じ感じですね。ただちょっとこう張り出しがあるんで、割と体は支えてくれる感じのリアシートです。そしてこの真ん中は、はい、アームレストと小物入れと、はい、あとドリンクホルダー、はい、この感じでついてございます。あと後ろはこのリアトレイですね。割とここ結構重要じゃないですか。そうですね、ここなんか狭いとちょっと圧迫感ありますけど、圧迫感ありますよね、はい、S6 は、まあ、A6 も同じだと思うんですけど、割と、はい、広々とは言わないですけど割と容量あるんで、ありますね、はい、後ろの視界も多分悪くないんじゃないかなと思います。サンシェードついてるんじゃないですか。あ、これサンシェードついてます、はい、見逃してました、はい、これここに引っ掛ける、あ、手動なんですけどね。手動ですけどいいですね、はい、全然。そうですね、やっぱりちょっと夏場なんか眩しさ軽減とかできると思いますし、まあ、窓ガラスこう下げておいていただいても、まあ、ちょっとこう虫が入ってきたりとかっていうのは少し防げるのかなと。なるほど、はい、ちょっと後ろ快適っすね。後ろ意外と装備、まあ、他のお車っていうんですかね、はい、と比べたらちょっと充実してるのかなっていう気はしますね。いいです、かなり、はいはい、後ろもなんか抜かりないじゃないですか。シートもそうだし、はい、しっかりしますよね。で、大体この、まあ、BOSE 全部こうスピーカーとかも入ってても、はい、後ろはこうこういうのついてなかったりとか、ね、はい、まあ、ちょっとしたことなんですけど、そうですね、なんか後ろもなんか全然差別されてない感じがします。はい、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクがちょっと板尾さん的には そうですね、ちょっとこう装備的なところで僕もちょっと思っちゃいました、はいはい、ちょっと開けてみたいと思います、はい、まあ、開けるのはいいんですけどね、はいはい、なんとびっくり、オートクローズがついてない。そうなんです、ついてないんですね。そうなんです、結構今ついてるじゃないですか、はい、これもオプションで。あ、
オプションなんですかこれになるはずです。ああ、はい、なるほど、はい、まあ不便かって言ったらもう、まあ、そうなんですよね、はい、だから実際じゃあ車をこう使っていく中でトランクをどのくらい日常開けてるかって考えると、僕なんか基本車通勤とかで使うことありますけど、まあまあ本当運転席座って降りてその繰り返しじゃないですか。使わない人は全然使わないですよね。使わないと思うんですよね。あとはもう本当に後席に乗せてしまうとかってよく聞きますので、それこそなんかちょっと大きいものまあただあった方がいいのがいいですけど ね、まあねはい、ただまあなくてもこう閉められないかっていうそうじゃないんで、はい、ちょっとこう寂しさを感じちゃうっていう、こう精神衛生上ちょっと押したくなりますかね、はい、欲しかったなっていう、はいね、そういうポイントですよ、はい、でトランクの容量はちょっとなんか他のクラスもう一個上のクラスぐらいの広さありません、はいね、そうですね、同クラスにしたらだいぶ広い方ですね、はい、広いと思います、はい、なんかもう横ももう本当にギリギリまで真四角につき作られているというか、はい、それでまあこう広さも見えるのかなと思うんですけど、本当にすごいすっきりした作りに、はい、なってますよね。車によってはもうもっとこれがこう出てて、はい、ここだけ広がってるなんていうのもあるんですけど、横もそうだし上も割と高さも取れてる、はい、そしてこれ下も何かあるんですか。下はないんですかこれ。これあります。下も若干あでしっかりここやっぱりかけられるんですね。でまあ、ちょっとこう隙間を縫っていろいろ置いていただけると、はい、ちょっとここに小物というか、はいはい、まあ、緊急時のものをちょっと入れられる感じですね、はいはい、でジャッキも、あ、ジャッキもついてるんですね。ジャッキついてますね。こんな感じになってます。あ、っていうかこれトランクのマットも S6 って入ってるんですね。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですね。アウディとかじゃないんですね。じゃないですね。確かグレードモデルでこうなってるんですけど、RS はないんですよね、確か。あ、そうなんですね。あと、車によってなかったりします。あ、はい、なるほど。ちょっとそんな特別な装備もついてます。はい、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見ていきたいと思います。はい、僕的にはこの車の一番の肝だなと思ってますね、はい。そうですね。さすがにちょっと先代の V10 とは言わないですけど、はい、ね、しっかり V8 が。V8 ですね。現行 V6 になってるんですよね。V6、やっぱりだんだんとこうダウンサイジングしてきちゃってるので、ね、やっぱりちょっと V6-3000 って、まあ、ちょっと寂しいかなっていう感じになると思うんですね。だからスペック的には全然見劣りしないんですけどね。そうなんですよ、まあ、皆さんちょっとこのやっぱり V8-4000 っていうところがこう憧れじゃないですけどいいかなと思う方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。僕すごく思っちゃいますですよね。思っちゃいます、はい、ちょっと V10 になるとこうもう年式的にもそうだし、はい、ちょっとメンテナンス的にもちょっと心配になってくるところなんでありますけど、はい、V8 そうです、ね、はい、年式もこれ新しいじゃないですか。新しいです。一世代前になっちゃってますけど、はい、でやっぱり馬力も現行と同じ450出てますし、はい、後期ですから。そうですね、はい、まあ、ちょっとこの辺はかなり僕としては魅力的なポイントなんです、ね、ポイントだと思います。ですよね。ここは、はい、でまたかっこいい見た目も、はいはい、このエンジンカバーと赤のラインの入ったエンジンカバーと、ね、はい、いやいいですね。はい、じゃあ続いて天童周り見てみたいと思います、はい、お願いします。これスモールですね。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ続いてエアサスの動きを見てみたいと思います。今これが一番目いっぱいまで上がってる状態ですね。ちょうど拳は入らないんですけど指3本ぐらい入る、そんな車高になってます。でここから、はい、下げます。下がるとはい、もう少し指2本ぐらい、3センチぐらいですかね。そうですね、上げ下げするような機能になってます。
人的にも結構こうアッパーミドルのこの辺、はい、あの新車じゃ僕買えないですけど、買えないです、買えないです。ちょっとでもだって新車価格から考えたらこれ半額じゃないですか。半額ですね。めちゃめちゃ魅力的だなと。いや本当ですよ。ちょっとやっぱり僕らはそういうところを狙ってこう考えないとダメですね。そうですね。西日です。西日でちょっとじゃあ毎回恒例、はい、僕の素人レビューをお届けいたします。はい、まずですね、もう西日がすごい、はい、まずツッチが光ってます、はい、まず車全体的な印象でいくと、はい、本当にコンフォートっすよね。そうですね。めちゃめちゃ静かじゃないですか、はい、だってマフラーの音もなんか V8 ですけどこうドロドロバリバリ言ってる感じじゃないじゃないですか。じゃないですね。なんかもう大排気量のブワーっていう感じの排気音で、はいはい、なんかもううるさく味付けもされてないですよね。味付けもだからコンフォートに味付けされてますね。コンフォート寄りですよね。乗り心地しかり、そのマフラーの音しかり、はい、これが多分 RS になるとまた全然違うんですけど、やっぱりその辺うまくこう住み分けというか、はい、されてるのかなって感じですよね。なんか他のモデルってそうなんですか、上のグレードが2つあるってないじゃないですか。ないですね。はい、アウディちょっと独特で僕勘違いしてたんですけど、はい、全然違うんですね。だから全然違いますね。 RS に届かない車が S じゃなくて、はいはい、また全く別の方向に進んでってる。はい、だからもう20インチ履いてるのにめちゃめちゃ乗り心地いいですもん。いいですね。そうですね。いいっすよね。はい、だから全然フラフラする感じなく、はい、ただ何ていうんですかね、変な突き上げもないじゃないですか。ないです。めちゃめちゃしっとりで、馬力はあれですもんね、現行と同じ450ですもん、ね、はい、そうです。恐ろしい加速を。そうです。いいなぁ。うわぁ、もう余裕のトルク。力強さがありますよね。で、操作系がもう本当にニュートラル。ナチュラル。なんかこう、あ、ちょっとこう癖のあるブレーキだなとか、とかないですね。そう、出足がちょっと癖があるなとかないです。ただなんか結構言われるのは、はい、このハンドルのこのセンター付近の遊びを結構感じるっていう。感じますよね。はい、で乗ってみて僕もそれちょっと感じました、はい、高速とか走りました？走ってないです。走ってないですか、はい、高速でもなんかちょっと同じような感じが出たりするんですよね。最初の確かにこの切り始めのこの遊びの大きさは少し確かに、でもそれ言われればっていうレベルだと思うんですけど。そうですね、まあ、その前に多分もう操作系が軽いって方が多分感じるのかなと思いますけどね。割と結構収車ステアリングなんか重めだったりするじゃないですか、はい、BM なんか特に。そうですね。それからするとだいぶ軽いですよね。ちょっと軽いイメージがあるんですよね、はい、だ逆にその辺でこう、あ、でもちょっとまあ確かに僕ごときじゃもうほとんど誤差レベルです。そうですね。はい、そしてまた装備がいいんですよ。ブラインドもちゃんとしっかりついてるし、シートヒーターもついてるし、はい、で最近もう寒いじゃないですか。寒いですね。でエアコンより圧倒的に早いじゃないですか、はい、シートヒーター。早いです。だまずシートヒーターで温めて、このシートのぬくもりがこう人肌になったらシートヒーターこう弱めるないし、ね、こう弱あの切っちゃって普通に乗るっていう、はい、僕なんかもシートヒーターついてたら、はい、多分本当にもう極端に寒い朝一とか以外はあのエアコン使わないですもんね。ヒーターだけで。あ、ですよね、はい、調整しちゃいますね。いや、いいっすよ。快適だし、大人4人快適に乗れるし。そうですね、はい、またワゴンだとちょっとコンフォート感というかフォーマル感ちょっとやっぱりセダンの方が上じゃないですか。はい、なんかちょっとアバントにするとなんかこうちょっと趣味の感じが感じに出てきちゃう、ね、少し出てきますよね、はい、ちょっとやっぱりフォーマルに乗るんだったらやっぱりセダン。ちょっとじゃあ V8 4リッター450馬力の片鱗を、はい、いつでもどうぞ。うわうわもうどこまでもコンフォートっす。そうですね。そしてとっちらかっちゃう感じ全くないっす ね、 ですね。トラクションのかかり方すげえ。これ音もそんなに入ってこないですか。確かに確かに確かに、はい、排気音っていうんですかね。グワッて踏んでもなんかエンジン音表現する感じないっすね。ないんですよ。たまにちょっと表現するのあるじゃないですか。ありますあります。よくありますね、はい、だからなんかフィーリング的にはなんかもう一個上のクラスに乗ってる感じしますよね、はい、そうですね。いいな。
しいです。いいですね。行っちゃいますか。欲しいです。 S6 確かに内装の質感だけですね。そちょもうちょっとこうってなると確かにダッシュボードとかちょっとそうそうそうですね。なんか本当に A4 とかと変わらずな感じで、ちょっとデザイン的にはでもかなりかなり洗練されてますよね。そうなんですよ。ダッシュボードとかもそうだし、素材感が確かにちょっとありますね。そうなんですよね。ちょっとこの上の部分がちょっと全然全然それを差し引いてもトランクにあの電動がついてなくてもそうですね、いいですよ。ちょっとこの車、はい、まあ年式もそうなんですけど距離がちょっと少なめというか、あのまあ1万キロ切ってるお車なので。ですよね。だって9500キロしか走ってないんですよ、はい、意外ともうちょっと乗ってる車が多いのかなってイメージなんですよね。あ S6 ぐらいですと。確かに確かに確かに、そうですね。なんですけどちょっと少なめで、あのお買い得感もあるのかなとは思ってるんですけど。いやだいぶお買い得ですよ、はい、モデル結構長いじゃないですか。長いです、はい、だから変わんなかったんで、はい、まあ、そのフェイスリフトとかしましたけど、はい、そうですね。もう本当最後の最後のこれ車になってるんで。ですよね、はい、だって2017年ですか。そうですね。ですよね、はい、で半額っすよ。半額ですね。この間の7シリーズじゃないですけど。そうですね。お買い得感が半端じゃないですけど。半端じゃないですね。いいな。ちょっとアッパーミドル似合う男になりたいです。大丈夫ですよ。全然。本当ですか。全然大丈夫ですよ。じゃあローンシミュレーションしてもらっていいですか。わかりました。入りました。いやーでもいいっすよこの辺は。でもうちで言ったらもう車はすごくコンフォートでフォーマルですけど、どうにでもしようがあるじゃないですか。ありますね。なんとでもできますからね。そうなんですよね。でまた RS にしちゃうと、はい、こうなんていうんですか、やんちゃな方が強いし、はい、しかも結構いじんの大変なんですよね。はい、あ、そうですね。足回りのそのローダウンとかも、ちょっと一筋縄じゃいかないですよね。そうなんですよね。ただこの辺はもうノーマルで乗ってもいいし、全然ちょっとさらっといじってもいいし、一応今ねドライブセレクトコンフォートに勝手にしてみました。ああそうだ、ついてましたね。ちょっといじってみますか。じゃあダイナミックで。ああ、でもどこまで行ってもそんなにこう、そうですね、体育会系じゃないですね。もう本当にグワーッといくっていう、はい、ところまでじゃないですよね。まあ確かにアクセルの付きがすごく良くなったりとか、はい、マフラーの音がちょっと大きくなったりしましたけど、でバリバリ言っちゃう感じじゃないですよね。多分でもリニアですよね、アクセル踏んだらすぐ。そうですね、そうですね。いやだからなんかこう全部穏やかなんですよね、はい、加速もそうだし、こうブレーキもそうだし、この車の挙動も、はい、全然極端じゃない。だからなんかパドルがちっちゃいのも分かりました、はい、僕。そうですね。そんな目立たないじゃないですか。え、ついてんのっていうような感じで隠れちゃってるんで、はい、非常に分かりづらいんですけど。僕初めて S モデルを見た時に、はいはいはい、あ、だいぶ RS よりこれ寂しいなと思っちゃったんですよ、はい、なんか色々が、はいはいはい、そうですね。でしかもパドルもこんなちっちゃいんだと思ったんですけど、もう車の方向がちゃんと理解できたらこれで正解っすね、はい、そうですね。全然いいっすよ。早いし。そうなんですよね。本当早いですからねこれ。あんまりでも、はい、このアッパーミドルで、はい、こういう方向性の車ってあんまなくないですか。ないですね。ないですよね。だいたいこう、ね、上のモデル、まあ、BM で言ったらその、はい、なんていうんですか、ラグジュアリーでしたっけ。ラグジュアリーですね、はい、のとかありますけど、はい、なんかあんまりこう高級でなおかちょっとスポーティーみたいな。ってそうですね。まあ、63系とか M とかってこう、まあ、両立されてるって言えば両立されてますけど、はいはい、ちょっと違いますもんね。そうですね。そもそもまたちょっとすごくコンフォート。だってもう静かですもん。すっげー静かですよね。いいな。で結構あれですよね、アウディの四駆は頭がいいんで。頭いいって言いますよね。結構北の方の、はいはい、方からも、ね、あの信頼、絶大な信頼らしいですよね、はい、っていうふうに聞いてます。だって今は別に四駆って珍しいっていうか、ないですね、はい、どこのメーカーじゃないとないとかないじゃないですか。ないですね、はい、フォーマチックもあれば、
BM の四駆なんて言うんでしたっけ。BM の四駆は、ごめんなさい、名前で出てこなかったんだっけ、X ドライバー。 X ドライバー、はい、フォーマジックもあれば X ドライバーもあるし、はい、ただやっぱりこうベースとなってるところがちょっとこうメーカーによって考え方が違う。違いますからね。四駆でなんじゃダメですよね。どこのメーカーの四駆かで。はい、だってなんだっけな、僕なんかネットのその比較動画みたいで見たんですけど、そのローラーの上にタイヤ乗せて、はいはい、でその脱出できるかみたいな。ああ、あのまあスピードテスターみたいなローラーとか。そう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 、はい、で左右前後でローラーを置いて、はいはい、その脱出できるかどうか。前に輪置いて脱出できるかどうか、はいはい、最後4輪置いて脱出できるかどうか、はい、あ違う3輪、まあ結局あれですよね、ぬかるみを想定してってことですよね。そう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 、できるかどうかみたいな。でまともに脱出できたのが、はい、確かスバルとアウディじゃなかったかな、はい、確か。なんかね、スバルもいいって言いますからね、はあ、っていう。やっぱりこうスキー場を駆け上っていく昔の CM ある、ね、ありましたね。伊達じゃないんですよ。そうですね。まあ、僕ごときではこの乾いた路面では四駆のありがたさはまあ体感できないですけど、それでもなんかちょっとやっぱりこう安心感もありますからね、四駆っていうところでこう張り付いてる感ありますよね。いい車、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで今回はモンドカーズ大宮よりアウディ S6 をご紹介させていただいたんですけれども、最後に伊達さんの方から、はい、はい、そうですね、まあ、大宮店に限らず全店なんですけれども、下取りの方、強化買取中でございます。ぜひぜひ、下取りもそうなんですけれども、他で売られるとかということがあればぜひお声掛けいただければと思います。まあ、頑張ってお値段つけますのでよろしくお願いします。というわけで車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。